セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話はストーカーという題です。私の恩師は生前優秀なゴールデンレトリバーを飼っておられました。名前をジョイと言いました。ジョイは常に先生を見守っていました。鼻を使って耳を使って目を使って体全体で先生の一挙手一投足を見守っていたのです。先生が小さな菓子の包みを開ける音にジョイの耳は動きます。先生が立ち上がろうとする椅子の音にジョイの体は反応します。ある日野球大会が行われ、試合中のことでした。先生が走塁の途中で転倒されました。あ、誰よりも早く駆けつけたのが、ベンチに座っていた愛犬のジョイでした。ベンチにいながらも常に先生を見守っていたのです。先生の奥様はそんなジョイのことを先生のストーカーと呼んでおられました。ある方が、私もイエス様のストーカーでありたい、ジョイのようにいつもイエス様のことを思い、イエス様に関心を払い、イエス様に仕えていたいとお話になったそうです。すると先生は、私たちではなくてイエス様の方が私たちのストーカーになってくださっているのだよとお答えになったそうです。なるほど、その通りだと思います。イエス様は次のようにおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。新約聖書マタイによる福音書28章20節からの言葉です。イエス様は私たちからひとときも離れずに私たちと共にいてくださいます。もしそのことを私たちが十分に意識して毎日を生活することができるならば、きっと豊かな祝福と安らぎを得るに違いありません。最後までメッセージをお聞きいただきありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。